Abit は、ケン君によって開発されているプロプライエタリの動画編集ソフトウェアである。AVI ファイルを編集したり、各種コーデックで圧縮することができる。フリーウェアとして公開されている。3 2ビットのアプリケーションであり、動作には MMX が使える CPU が必要。6 4ビット化することもできるが、ケン君曰く、 3 2ビットの状態で多くのプラグインが作られたため6 4ビットに変更するとそれらが使えなくなってしまうからという理由により現在も3 2ビットソフトである a b i t 本体のみで動画編集は可能であるが公式サイトに公開されている拡張編集プラグインを使用することでより高度な編集をすることができる具体的にはレイヤー機能やエフェクト類である 拡張編集プラグインはルーアを用いて複雑なアニメーションを作成するスクリプト機能があり、有志により多数のスクリプトが公開されている。有志により開発されたプラグインを追加することで各種エンコーダーの使用が可能になる。本来 32bit ソフトでは 4GB 以上メモリを使用することができないが、バージョン 1.10RC2 からは共有メモリを 使用して 4GB 以上のメモリーを利用できるようになっている。バージョン 0.99R からはマルチスレッド対応となり主要なプラグインのマルチスレッド化が促進され、深度最適化、GPU の利用ができるようになる。ABSINS とはプラグインの相互利用が可能である。しかし ABIT 側から ABSINS の プラグインを利用する際にプラグインが y u v 各1 2ビットのフォーマットをサポートしていない場合、データの精度に変化が生じる場合がある。ニコトックのように Abit と連携したソフトウェアも存在する。Abit では非常に多くのサードパーティー製のプラグインが配布されている。これらを使用することで新たな機能を拡張できる。プラグインの拡張子は DLL をリネームしただけで以下の種類に分類されている。多くのプラグインは公式サイトで配布されている Abit 用公式 SDK を使用している。プラグインによっては MP4 ファイルなどを読み込むことが可能である。また AVI ファイルでも読み込めるファイルはプラグインや各種コーデックに依存することがある。AB、んくん、ツイッター。2019年8月18日閲覧。 イ b i t のお部屋2020年2月17日閲覧これであなたも動画編集の達人に動画編集に便利なソフト50003キビス自分を磨く経済情報サイト2021年7月11日閲覧動画編集ソフトイ b i t が6年ぶりに更新 4GB 以上のメモリを活用できるテスト版を公開 IT メディアニュース 2021年7月11日へ閲覧、ありがとうございます。